さてさ、ショコラでございます。というわけで本日は朝の6時3分でございますね。と薄い雲がありまして、今日は過ごしやすくなるのか、ジメジメするのか、ちょっと天気予報を見てこなかったので何とも言えません。ちょっと今日は近況報告じゃないですけど、ちょっと試しで過去2回ぐらいですね、うちのメンバーであります森谷くんとちょっとだべってるところをね、動画にさせていただきまして、何名かの方がね、こういう動画増やしてくださいというような形で、ポジティブに前向きになれるコメントをいただくこともありまして、撮影場所さえ確保できればいつでもスタートできるよっていうような状態まで今来ている段階でして、かっこいい言い方をするんだったら皆さん参加型の何かこうお話企画的なことができればいいかなという点で、動画としての企画というよりかは仕事面で、例えばですけど、皆さんに企画を募って、なんて言ったらいいんですか、コンサル的なと言いますか、例えばこういう課題がありますよと、でそれに対してこうどうしたらいいのか、それをちょっと企画を皆さんでも考えてみてくださいと、もしそれを採用させていただくようなことがあれば、何かこうお返しとしてね、例えば僕らがね、仕事をしている上でクライアント得意先がラーメン屋さんを運営してると、そのラーメン屋さんがどうしても土日の集客が取れないんだということでね、土日の集客どうしたらいいんだというところを、そこまで予算を持たずに、例えばお金がものすごいあるようであれば、なんかもう無料で駅前でね、なんだろう、その200円割引チケットとかね、オールメニュー300円ですよとか、そういうものをクーポンなり割引券なり発行して配れば集客ができるんじゃないかとか、そういうことではなくて、できるだけ0円に近い形で何かこう立案考案できて、まあ、新メニュー開発でも何でもいいんですけど、そういったことができれば、その例えばこの案素晴らしいねっていうことがあったらね、いつかご招待をして一緒にラーメン食べませんか的なことがねできればいいのかなという点で、それをこう普段この自分のダラダラとしたこの生活を切り取っているチャンネルであげるべきなのか、はたまたそれを別のチャンネルとして立ち上げまして、どちらかというと仕事寄りな動画を増やしていってやるべきなのか、今そこがちょっと悩みどころではあるんですけど、なのでもし仮に全く別としてね、登場人物変わりませんけれども、別チャンネルとして運用する際は、まあもしかしたら登場人物の名前が変わっているかもしれません。例えば僕は今こう自分のチャンネルでは森谷くん森谷くんって言ってますけど、別のチャンネルでは森谷くんのことをジャンヌダルクって呼ぶかもしれませんし、エンマ大王って呼ぶかもしれませんし、はたまた僕がベッカムって名前になるかもしれませんしね、その辺は臨機応変に皆さん対応していただいて、興味のある方は見ていただければいいかなというふうに思います。そういえばエアコン掃除をしましてね、ようやくエアコンをそろそろ使うべき季節になったのかなというところで、こう梅雨の時期ってジメジメするじゃないですか。で朝こうやってね、今まあ僕6時ちょい過ぎに動画撮ってますけど、家帰るのが大体9時10時ぐらいになりますと、その間にこうね、部屋にジメジメ感がずっと残ってますから、帰ってきた時すごい居心地が悪いわけですよ。その時に除湿を使いたい、ドライを使いたいという時にすぐボタンが押せるように、もう掃除済みです。でちょっとこれから気をつけなきゃいけないなと思うのが、この前電気屋さんに行ったんですよ。比較的新しい綺麗なところです。地上は駐車スペースがあって、入り口だけあって、2階に商品があって3階にも商品があってっていうような建物だったんですけど、その1階比較的綺麗なんですよ。自動販売機とかの、まあ、何が言いたいかっていうと、ゴキブリを見たんですけど、自販機があって、自販機のところに何て言うんでしたっけ、セブンティーン的な名前のねアイスクリームとかは確かにあります。だけどトイレとすごい真逆なんですよ、設置場所がね。そのトイレがすごい、僕はそこのトイレもすごい綺麗だし、お店もすごい新しめで綺麗だから、
よくカメラの新製品とかね、そういったものを見に行く僕の憩いの場所であるんですけど、男子トイレ入っていくところをね、真ん中ちょうどペタって地上にいらっしゃいまして、壁とかにいたらまだ良かったんですけど、なんかそのゴキブリ様をこうまたいでトイレに行くっていうのがちょっと怖くて、結局トイレ行けずっていうところでね、なんかもう白を基調とした本当に綺麗なトイレに入るまでのところに、なんて言ったらいいんですかね、こう男子トイレここですよって言ってこう入っていった、こっちにトイレがあるんだけど、ここにね真ん中にもういらっしゃったんで、ちょっとねトイレ入れなかったね。もう6月のこの時期にねもういらっしゃるということ結構でかかったんですよ。すごいもう成熟しきったと言いますか、まあちょっとワールドカップ近いからクリスティアーノ・ロナウドとかイブラヒモビッチぐらいですよ。いわゆるもうそのサッカーの平均寿命を超えてね、30歳を超えてもまだまだ現役というところで、本当イブラヒモビッチって今いくつ ?36、7ぐらいですか。それでもなお現役トップアスリート、もう一流ですよ。それぐらいのもう貫禄のある大きさで微動だにしていなかったので、まあ、鉄壁の守りで全然ね僕は攻撃する術がありませんでしたね。でその電気屋さんという孤立した店舗の1階にはその自販機とアイスクリームっていう、まあまあ正直甘いゴキブリ様たちからしたらね、そこに食料を求めに行くんだったらいいんですけど、とまあそこしか逆に言うとないと言いますかね、飲食店が入ってるんだったら発生しやすいとかっていうのは僕でも分かるんですけど、そうじゃなかったからちょっとこれは家も気をつけなきゃいけないなということで、今日帰ったら掃除をしようかな。なんでこれからね、僕と同じようにクーラー掃除するよとかいう方ね、外部からの侵入はエアコンの可能性もありますので、掃除するときは十分にお気をつけいただければと思います。それではショコラでございました。また明日、ごきげんよう、バイバーイ。